大変やん、向こうとね、大変やん。Thank you.
れてた。多分見えてた。優勝旗返還。校長先生のお話を聞きます。準優勝だって。準優勝だって。で、
元気よく朝の挨拶をしましょう。皆さんおはようございます。でもいい。なんかその何より遠い。今日は天気予報でとてもいいお天気になるのとてもいいお天気の今まで練習した成果を精一杯発揮してほしいなと思います。今日は先生方みんな同じ服を着ています。背中にはカリタ・ミナミ・ショーガン教職英語でカリタ・ミナミ・プライマリースクールスタブと書いてあります。そして先生の胸のところを見てください。ここには何て書いてあるかというとワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。もう一番嫌な言葉です。これを日本語に読むと一人はみんなのためにみんなは一人のためにという意味になります。一人はチームのために一生懸命だ。チームのみんなは一人が困っていたらみんなで助け、そういう意味です。赤ずるも日本語で書いてある。一人はみんなのために、みんなは一人のために力を合わせて優勝を目指して終わった。地域 PTA 代表の皆様、今日は早朝よりどうもありがとうございます。また地域の皆様におかれましては、今後の見守り活動をはじめ、今後の教育活動振興会にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。今日一日、子どもたち頑張りますので、大きな声援を送っていただければというふうに思います。それでは、児童の皆さん、校長先生の話、これで終わります。一日頑張りましょう。次に演技をしている時の注意です。で、演技をしている時の注意を言います。応援は大きな声でしましょう。怪我をしないように安全に気をつけましょう。他の学年が演技をしているときは静かにしましょう。席を立たずに座って応援しましょう。演技をしている人は一生懸命最後まで全力を尽くしましょう。これで演技をしているときの注意を終わります。児童代表の中井彩。続いて運動会のスローガンを発表します。で、今年の運動会のスローガンを発表します。今年の運動会のスローガンはどんな時でも力を合わせて最後まで諦めへんでです。このスローガンはみんなで意見を出し合って決めたものです。このスローガンを目標にしてみんなで協力し力いっぱい最後まで頑張りましょう。これで運動会のスローガンの発表を終わります。児童代表方もここで。はい、最後に私たちの誓いの言葉です。後ろね、もうできたと言ってくれたらいいのに。
ジャム。続いて演技に移ります。プログラム1番、はじめの体操です。気をつけ。体操体系に開け。失礼なこと言うな。整列します。前へ。